なるほどね、はい、お願いします。はい、あ、いいですか、僕やる。はい、はい、お願いします。涌井投手の好きなアナウンサーは解説者。ああ、野球のね、野球の解説とかでもたまに聞いてるもんね、球場にね。そうって言いますよね、試合中に。でもそのロッテ対どこどこの解説の人とかね。へえ、あんまり知らない人、知らない人よくやってます、解説。醤油だけ残したんでしょうかね。よく分からない勝利でしょ。誰ですかね。います。涌井さんがこう、例えば球場に来たらこの人にちょっかい出す人とか。ちょっかい出す人、なんか仲良くしてる、仲いい。あ、そうね、実況アナとか。はいはい、いらっしゃいます。まあ、ちょっかいを出すっていうことで言ったら、あの、はい、日テレのラルフ。どんな絡みするんですか。これ、あんま言えないことちょっとだけ聞きたいです。ちょっとだけ。そんな言えないよね。まあ、でもあの、よく一緒に飲んだりはするんで。あ、そうなんですか。はい、まあ、その飲んだ時の話とかですね。はい、どんな方なんですか、ラルフさんって。なんか真面目なイメージあるみたいな。うん、おもうなんか、まあでもあのまんまなんですけど、はい、ちょっと、もう少しこう盛り上げがやっぱうまいですね。あ、うん、あ、そうなんだ。仲いいんですね。いいですね、はい。結構いいとこついたんですか、ラルフさんって。意外でした。そう、うん、確かに意外でしたね。うん。